テレホンカード。テレホンカードとは、日本の公衆電話で使用できる、プリペイドカードである。日本で発売、流通し、利用ができるものは、テレカと呼ばれることが多いが、これは、NTT カードソリューションの登録商標である。本校では、特筆がない限り、日本電信電話公社及び、後継企業の NTT 東日本、NTT 西日本が発行する。 テレホンカードについて述べる。また、公衆電話も参照。日本では1982年、昭和57年12月に日本電信電話、公社、電電公社が発行、発売を開始した。テレホンカード対応の公衆電話は、首都圏から設置が進められ、全国に普及した。別冊宝島の記述によると、1982年のサブカル、 流行の一つである。1972年、昭和47年に、日本国内で100円硬貨の利用できる、黄色の公衆電話機が設置され始めたが、100円硬貨が電話機の金庫に収納された場合、釣り線の返却は行われない構造になっている。当初は釣り線式電話機の開発も検討されたが、製造、運用コストの増数が見込まれ、見送られた。そこで、 釣り線の現金払い出しに代わる手段として、磁気媒体を利用するカード式公衆電話が開発、製造された。カードなので、小銭が不要であり、一度数10円単位で引き落とされるため、無駄がなく、長時間通話時にも常に効果を投入し続ける必要がない。設置者側にとっても、金庫が効果で一杯になって機能が停止する事態を避けられるほか、 高価集金の巡回経費を節減できるメリットもあった。しかし、1990年代半ばから携帯電話が普及したことで公衆電話の利用率が減少したためテレホンカードの必要性も大きく変化した。また、現在では NTT にとって公衆電話事業は不採算事業となってしまっているため公衆電話の設置箇所、 設置台数は年々減少が続いており、小銭不要で電話がかけられるというテレホンカー本来の利便性も薄れつつある。2017年の時点では、利用可能なテレホンカードはほぼ販売中止となっており、コレクターズアイテムとしての価値を持っている。テレホンカードとも記されることがあるが、NTT はテレホンカードが正式な表記である。一般的にテレホンカードといえばこの時期、 テレホンカードを指す。後に登場した IC テレホンカードと区別するため、NTT などではこの故障を使用している。発売開始当初は50度数、100度数、300度数、500度数の4種類が発売された。後に100度数以上のカードについてはプレミア、おまけが加えられ、販売価格は据え置きで、それぞれ105度数、320度数、 540度数として売り出された。日本で最初に発行されたテレホンカードは岡本太郎デザインによるものである。また、発売開始当初はカード購入時に公衆電話での使用方法を書いたご利用の手引き、テレホンカードが利用できる公衆電話の設置場所の案内。例、都内では高等区役所内なども渡され、現在は ピンク電話を除くほとんどの公衆電話がテレホンカードを使用できるものになっており、中には効果が使用できないテレホンカード専用の公衆電話もある画像参照。右上の効果投入口があるであろう部分にテレホンカード専用という表記がある。工述の偽造テレホンカード問題のため、現在は50度数と105度数の2種類のみが販売されている。また、 106度数以上の残度数があるテレホンカードは公衆電話では現在使用できなくなっている。ただし320度数や540度数で発売されたテレホンカードでも残り度数が105度数以下であれば使用可能である。なお、時期以上などにより使用できなくなってしまったテレホンカードや前述の106度数の残額が残っているカードはかつては NTT の各営業所に持ち込むことで使用できなくなったカード及び手数料と引き換えに新しいカードと交換してもらうことができた。だが現在では NTT が営業所窓口の多くを閉鎖してしまったため NTT 東西ともに郵送での交換手続きとなっており専用の電話番号で交換手続きを案内している。1999年、平成11年 国内で横行する偽造テレホンカード対策の切り札として IC カードを利用した IC テレホンカード IC テレカとこれに対応する IC カード式専用公衆電話機が登場した30度数50度数105度数210度数320度数の5種類があったこのうち30度数と50度数は注文を受けて製作する商品であり 一般に流通していたのは105度数と210度数のカードであった。IC カード規格としては ISO-IEC14443 タイプ A を採用しており、日本国内で広く普及したファリサとは異なる規格であった。IC カードであるゆえに、従来の磁気カードのような寄贈は、ほぼ不可能と発表され、105度数を超える。 高額テレホンカードも210度数と320度数で復活するなどなり物入りで登場した IC テレカであったが以下のような問題があった。このか、2002年平成14年に開催された FIFA ワールドカップコリアジャパンではノベリティとして記念 IC テレカが販売されたものの先に挙げたデメリットが災いし IC テレカの利用状況は低迷し続け 縮小から消滅に至った。まず、IC テレカの研修のうち、30度数、50度数、210度数、320度数が販売を終了し、105度数のみの販売となった。IC テレカ登場から9年後の2006年、平成18年3月末に、IC カード公衆電話サービが終了し、IC テレカも廃止された。 IC テレカ対応公衆電話機は撤去され、IC テレカ、交換併用を含む、時期テレカ対応公衆電話機もしくは交換専用公衆電話機のみが残ることになった。IC カード廃止後も、時期カードの交換申し込みは従来通り、有効期限到来後5年以内に限り対応した。最後に発売された IC テレカである、有効期限2011年。 平成23年9月30日の IC テレカが2016年、正28年9月30日をもって交換期限満了となり、IC テレカの交換業務は全て終了した。次期テレホンカードが広く流通するようになるにつれ、使用済みカードに新たに時期情報を加えて、再び使用可能とした、いわゆる偽造テレホンカード、または変造テレホンカード、 見せてともも広く流通するようになり、社会問題に発展した。同様の事態は、オレンジカードや、ハイウェイカードでも起きていた。一部のカード式公衆電話では、国際電話ができるようになり、次期テレホンカードの需要の高まりから、主に外国人により売られていた偽造テレホンカードが、大量に出回った。当初のカード式公衆電話機には、 現在のような106度数以上のカードを拒否するような偽造対策は一切なく永久使用テレカなるものも生まれていた。また、偽造テレホンカードを用いて国際電話をかけたりダイヤル Q2 につないで NTT から情報量を採取するといった不正行為が増加したため NTT 側も偽造テレホンカード対策に乗り出した。この結果、320度数 540度数のテレホンカードが1991年、平成3年12月28日に使用廃止された。翌1992年、平成4年からはテレホンカードで国際電話がかけられる公衆電話は激減した。公衆電話機自体もカードリーダーライターの交換や改造が施され、106度数以上のカードは受け付けなくなったほか、 偽造カードチェックも厳しくなった。NTT では、傷があるテレホンカードは正規カードでも使用できないことがある旨、告知している。なお、使用不能となった105度数を超えるカードはテレホンカード交換センターで残度数分のカード、105度数カードと波数分カードに交換できる。カードチェックが厳正化されたカード処理機構を搭載する公衆電話では、 テレホンカードによる国際電話の取り扱いが再開されている。1990年代中盤はポケットベルの需要が爆発的に伸びた時期でもあり、学生層を中心に偽造テレホンカードが頻繁に使用されることが問題となった。当時はこの行為を直接取り締まる法律がなく、警察は偽造カードの不正使用者については変造ゆう証券講師罪を適用して、 摘発に当たった。ただ、当時のこの法律では、使用した時点で、職法行為で、現行犯逮捕での身柄拘束しかできない反面、偽造テレホンカードを所持しているだけでは、たとえ職務質問で発見できても、逮捕摘発ができないといった弊害も生まれていた。現在は、2001年、平成13年の刑法改正によって、テレホンカード等のプリペイドカードは、 刑法163条の2の支払い用カードに当たることになり、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、電磁的記録を不正に作れば、支払い用カード電磁的記録に関する罪、支払い用カード電磁的記録不正作出罪が適用されることとなっている。多種多様なカード表面のデザインが存在するため、発行当初からコレクターズアイテムとしてのポジションも確立した。 テレホンカード前世の頃は、電電公社時代に発売されたり、使用済みカードも含め、非売品、ノベルティや限定品など希少性のあるもの、特定のアイドルやタレントのテレホンカードなどは、50度数、使用済みカードも含むでも、数十万円もの価格で、取引さた時期もある。テレホンカードごとの時価が記載されたコレクター向けの雑誌やカタログなども多数発行された。また、 コレクターの団体も各地に発足し、コレクター間の情報交換や、テレホンカードの交換、授受の場としても利用された。東京都を拠点とする、テレカ収集協会会長、松田秀隆は、それら団体の中では、最大の規模であり、毎月1回交換会を、池袋で行っていた。上記の通り、公衆電話での利用機会が激減していることもあり、 徐々にプリペイドカードとしてよりもコレクターズアイテムとしての比重が高くなっている。オリジナルの絵柄をプリントしたフリーデザインのテレホンカードを作成することが可能であるため、一時期は記念品や商品の特典、ノベルティや新規オープンの店舗が名刺代わりに配布するなど贈答用としても有効活用された。カードを挿入すると自動的に指定番号にダイヤルする。 オートダイヤルカードがある。バリエーションとしては、以下のものがある。公衆電話での利用以外に、以下のような使い方がある。1989年、平成元年10月より、未使用であれば、NTT 東日本、NTT 西日本の固定電話の通話料の支払いに、充当できる扱いがなされている。充当する場合、手数料として1枚あたり50円、直テレか。 税抜きが別途かかる。請求された通話料分以上を支払った場合は、余った分は繰り越して、翌月以降の支払いに充当される。充当可能なカードは、未使用の50度数、100度数、105度数カードのみで、穴が開いた使用途中や、先日の高額未使用カードは充当できない。高額未使用カードは、現行の百五度数カードへの交換手続きを行い、 交換後のカードを充当する形である。また、発行時の額面以上に付加された度数、プレミア分は充当額から除外される。充当は通話料のみであり、基本料金などへの充当はできない。固定電話の通話料の支払いに充当したい場合、東日本地域は116番、西日本地域は各県を担当する料金センターへ、 未使用カードを固定電話通話料へ充当したい、胸を申し伝えた上で、後に郵送される充当申込書と充当する、カードを同封の封書で返送すれば、手続きが完了次第、通話料に充当される。なお、郵送料金についてはかつては、申込者による自己負担であったが、現在では同封の封書が、料金受取人払い扱いとなっており、NTT が負担している。 NTT ではすでに営業所窓口による料金支払い業務をすべて終了しており、重当処理を直接受け付ける窓口はなくなっている。かつて発行されていた IC カードについても、重当可能、手数料は1枚あたり税込み108円だったが、発行済みの当該カードの有効期限がすべて満了したことにより、電話料金への重当取扱いも終了した。 全盛期と比較すると市場は縮小しているが、古物商、金券ショップなどで売買されている実態があるほか、ネットオークションなどで取引がなされている実情がある。弱者救済などを事業とする事前団体の中には寄付品としてテレホンカードを受け入れているところがある。宿泊施設ではサービス料金の支払いに充当可能の施設がある。なお、このサービスは、 各施設独自に定めているものであり、発行者、NTT の施策、約款とは関係ない。一例として、広島県にある、福山ニューキャッスルホテルでは、未使用テレホンカードを額面80%に換算して、宿泊料金の支払いに充当可能である。かつては全国及び日本国外でビジネスホテルチェーンを展開する東予コインでも使用できたが、2010年、 平成22年7月31日をもって取扱いを終了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。